はい、こんにちは。今回の、じゃあ、長島茂雄さんにしましょうか。まあ、スポーツ選手をね、先に取っとかないとね。まあ、もともとアントニオ猪木さんも、スポーツ選手といえば、ストープスポーツ選手ですけども、長島茂雄さんってね、面白い人なんですけども、分かりやすい名言っていうのを一個残してるんですよ。それはですね、努力してますっていう風に、練習を売り物にする選手は、練習を売り物にする選手は、一流にはならないってみたいなこと言ってるんですよね。まあ、確かにね、なんか結果を残してる人って、 いやすごい努力でしたねって言っても「いや大したことしてないんですけどね」って言うんですよね。で目の出ない人ってこんなに頑張ってるのにっていうわけなんですよ。これはねどこに行っても聞けることだったかなと思うんですけども長嶋茂雄さんがねあれいつもねふざけたコメントみたいなことをやってるんですけどもこれだけはね分かりやすかったんですよ。確かに楽しんでる人とか当たり前のようにそれをやってる人って実は追いつけないぐらいの量とか質にいるんですよね。で スポーツで結果が出ないとか、なんか商売で売り上げが出ないとか、やっぱりね、やってる量が全然ないし、努力しないと進めないことばかりやってるんですよね。だからこうなってくると、多分、長島茂雄さんっていうのはね、野球ってものをこの世の中に発明した人に感謝しないといけないですよね。多分野球以外の世界ではどうにもなってないと思うんですよ、極端な話。 だから私は運がいいと思っています長嶋茂雄さん長島修さんが野球のない時代に生まれていたら多分二足三文の人だったと思うんですよ。まあ一郎にしてもそうですよね。であと周りの人がねあのそれに気づいてくれたとかいうところも大きいんじゃないかなと思うんですよ。あの「大器晩成」って言葉があるんですけどもそれは晩年になって。 あの有名になるとか力を出すとか能力を発揮するっていう意味なんですけども通常人ってのはね何か天から与えられた才能とか適性があっても自分でも気づかないし周りの人も気づいてくれないし気づいても教えてくれない環境にずっと長い間塩漬けになってるんですよ。でいつの間にか好きなんだけども苦手なことを一生懸命やってなんかどっかで努力とか挫折ってものに入ってしまったりするんじゃないかなと思うんですよね。 うんまあこれね、なんか、例えて恋愛に行くと、ちょっとわかるのかなと思いますけども、なんかその愛する人って別に愛する努力しないわけなんですよ。あ、この人を愛するために自分は力を込めようとか思わずに、思うだけ、見るだけ、触れるだけでものすごく深く心にエネルギーが湧いてくれると思うんですよね。でも、無理やり恋愛をしてる人とか、あんまり好きじゃないけども、 流れで付き合っちゃう人って,ってあの結構頑張らないといけないんで精神的に辛いんですよね。うんだそういうところがあるんじゃないですか。だからビジネスでも趣味でもなんかね何かの道を目指すってことはその道とかスポーツとか特技に愛されないといけないっていうかね好かれないといけないっていうか向いてないといけないっていうその相思相愛じゃないとやっぱり辛いんですよねきっとね。でどっかで行き詰まったりする。でこれだけやってるのに全然結果が出ない。つまり こんなに愛してるのに振り向いてもらえないっていうのとむちゃくちゃ似てるんですよ。だから、野球のこと、スポーツのこと、その他のこともそうですけども、努力してるうちっていうのは全然ダメなんだろうなと思うんですよね。でも、努力っていうフェーズは別に邪魔者ではないんですよ。努力が当たり前になったらもうすでにそれは努力じゃなくって、ルーチンであり、歯磨きと同じレベルの労力なんですよね。そうなった時にやるのも繰り返すのも苦痛じゃなくって困難を突破していけると。 つまり困難がなくなるわけじゃなくて困難に感じなくなるんでしょうねむしろ難しいことが楽しいと思えたり攻略法を見つけることにものすごくねあの喜びを感じたりとかね大変なことがあったらめんどくせえなーと思うんじゃなくて大変なことがあったらお面白そうだなまだこんな難解な道があったのか一応やってろかみたいなねそうするとそこで挫折する人がほとんどだから自分だけ浮かび上がれるってことなんだろうなと思いますよねプロ野球のね選手 一流選手と比べると、まあ、凡人はもう全然比べ物になられないからいちいちそんな有名人の名前出すなということに私はね心の中でいつも思うんですけどもまあでも無名な人の名言っていうのは全然響かないんでね名言にそもそもならないんでだからやっぱりその世界を超えて別のジャンルにも名が届くぐらい頂点の人っていうのの考え方や心意気にちょっと耳を傾けたくなるかなってことですよね。 まさに他人事なんですけどもどんな有名人もどんな素晴らしい人も、ね、他人事が起こした成功であり感動なんですけどもちょっとおこぼれをいただこうと思ったらまあどうその人の生き方や言葉を参考にできるかですよね、まあ、多分あの他者の言葉が響かないってことは解釈力がないんでしょうねきっとねそう思った方がいいかなと自分の解釈は万全なんだけども世の中にいい人がいないとかね なんか変な人ばっかりとかくだらないことばっかりやってるしょうもない人ばっかりだっていうふうにやっぱ他者否定からはなかなか何も生まれずに誰からも愛されずになんか終わっていくのかなというところですよね、うん、やっぱこう人の言葉をどう展開していけるのかっていうことかなと思うんですよね、まあ、そこの展開力ってのはやっぱね、まあ、私はちょっと自分でその展開力っていうのを見つけたんですけども展開って言葉は誰も知ってるけども、ね 人のね、言葉とか一つ起きた現象を無数に展開してね無数の事象に解釈していくっていうのはうんもうなんか、まあ、他の人にはね多分できないんだろうなと思うんですよねうん何からその This is a pen っていう言葉があ,あるわけですよ This is a pen みたいなねで麻生副大臣でしたっけね麻生太郎さんが あの日本の教育のダメなところはこれだよって。DC t h ペ Pen なんてお前ら行ったことあるかとか言って会場を犯したんですけども、いや私に言わせればね、え、麻生さん今言ったじゃないか。役に立ったじゃん、みたいなね。だからディ The Pen ってのは役に立たないって嘆くんじゃなくて、それをどう役に立てる力があるかってことが個人に求められているんですよね。ただ単にディ The Pen っていうことすら扱えない人が世の中にバッコしていて、あいつが悪い、こいつが悪い、時代が悪いとか言ってるんじゃないかなと思います。はい。まあね。 どう展開するかかなというところですね。展開力をもっともっと身につけていきたいですね。じゃあ行ってらっしゃい。